うちは基本、餌を20キロの袋があるんですけど、それをスコープですくってやったり、機械にエアー陶磁器っていうのがついていて、エアーで飛ばして魚に餌をやり、それをこう目で見て食べてる食べてないで判断していたんですけど、海殿さんの、セルはAI を導入されていて、魚が沈むに合わせて餌の量が少なくなっていって、魚が見えなくなったらもう勝手に止まるっていうシステムなんで、結構人間が見ている目に近いので導入することを決意しました。それでは水産養殖の現場でどのようにデジタル技術が活用されているのか詳しく探究してみましょう。この動画は1、水産養殖の基本知識について、2、ウミトロンの取り組みについての解説、3、求める人材についての3つのステップで構成されています。皆さんが日頃口にする魚介類、良質のタンパク質、ミネラル、ビタミンなどの栄養素を美味しく摂取することができます。さて、その魚介類は漁で獲れたものか、はたまた養殖されたものか知っていますか？日本で食べられる魚介類のうち4分の1が人の手で育てられた養殖品です。魚を生で食べる文化がある日本では、特にマダイやブリといった魚種の生産量は養殖魚が上回っています。安全な魚を計画的かつ安定的に生産できる点から、近年では水産養殖の需要が高まっています。このように成長を続ける水産養殖業にテクノロジーを用いることで、将来人類が直面する食料問題と環境問題の解決に取り組み出したのが、今回紹介するウミトロン株式会社です。ここは熊本県上天草市にある魚類養殖販売を行っている有限会社希少水産です。希少水産では主にマダイ、イサキ、シマアジを養殖しています。ここで活躍しているのがウミトロンセルです。ウミトロンセルはこのようにイケスの上に設置して、箱の中に餌を入れておき、遠隔から餌やりができるスマート給餌器です。時間になったら餌が出てくるタイマー式給餌器との違いは何でしょうか？ウミトロンセルには水面に向けカメラがついており、スマートフォンを使用することで陸から魚の様子を観察したり、好きなタイミングで餌やりをすることもできます。さらに AI で魚の食欲を判定し、自動で給餌もできるのが大きな特徴です。では導入前はどうだったのでしょうか？ウミトロンセルの導入前は、従業員が一つ一つのイケスを船で回り、手作業で餌を撒いていました。また水産養殖が抱える課題はこれだけではありません。はい、大変なところは、人手不足だったり、近年は赤潮っていう被害がありましたので、閉止が続いていて、非常に、養殖の事業としてはなかなかうまくいかないなっていう部分もあったりですね。このような水産養殖業者が抱える課題をテクノロジーで解決するべく、ウミトロン株式会社は様々な技術の開発を行っています。ここでウミトロン株式会社の山田氏に詳しく解説していただきましょう。ウミトロンという会社が水産養殖にテクノロジーを提供しているスタートアップになります。もともとの背景として、私含めて創業メンバーが宇宙工学系のバックグラウンドで、宇宙から地球を眺めたときに、70% が水に囲まれている惑星で、この水のリソースをうまく活用することで新しい産業を作れないかみたいな発想から、この産業に入っています。で、ミッションとして、インストールサステナブルアクアカルチャーオンアースというものを掲げていて、持続可能な水産養殖を地球に実装するというふうに日本語ではなりますと。で、そもそも水産養殖ってどういう
産業なのかというのを簡単に動画でお見せすると、まあ、こういったこう海の上に養殖いかだというものが並んでいて、まあ、この中でいろんな種類の魚が飼われています。生産されています。で、農業との違いとしては、こうやって船で、現場に行かないと、魚の様子が見れたりとか、オペレーションができないっていうところで、今まで、なかなかこう浸透していなかった。で、逆にその、AI 技術ですとか、遠隔技術で自動化、遠隔化することで、より産業の発展に寄与できる比率っていうのは、大きい産業になっているので、我々はこの産業にこうフォーカスすることで、水産養殖をより持続可能にしていくっていうことを、テクノロジーから後押ししているような会社になります。で、この水産養殖にこうフォーカスしている理由なんですけど、大きく2つあります。1つが、社会課題の解決として、世界で増え続けるタンパク質需要をこう満たしていくというものがあります。先進国でも最近炭水化物ダイエットとか聞いたことあるかもしれないんですが、人の構成するその要素としてタンパク質非常に重要なボリュームを占めているので、まあ、この炭水化物をよりこう減らしてタンパク質を増やしていこうというようなブームが起きてますし、まあ、これから発展していくような新興国等でも人口が増えているので、結果的に一人当たりが摂取するプロテインの量も人口も増えているということで、タンパク質量がこう増え続けていると。で、一方で我々がこう普段食べる動物性のプロテインをこう振り返ってみると、魚以外のものはすでにこう畜産化が進んでいて、一方で魚だけがまだ半数程度、実際の天然の資源を活用していると。で、一方でこの人口の増加に伴って、今世紀はこう水産養殖の時代というふうに世界的にも言われています。実際生産量で見ても今世紀最も成長している動物性プロテインの産業というふうになってますし、一人当たりが消費するプロテインの量で見ても、シーフードが最も伸びているという形になっています。で、実際そのこのプロテイン需要を満たしていくという観点で、私自身も人工肉とかそういったものに関しても非常にこう可能性を感じていて応援してるんですけど、まあ、人のその思考性とか、あとは経済性、量産可能性なのを考えると、すべてがその簡単に人工肉に置き換えるっていうことはなくて、プロテインの生産に関してはこう多様化が進んでいくと。で、そういった時にその一次産業の他の動物性プロテインって今もう成熟期にあるので、こう10倍こう増やしていくとなった時に単位面積あたりの生産量増やしていくのはかなりこうチャレンジングですと。で、一方で、海、こういった水のリソースってまだまだ使われてないので、面を広げていくだけで、まあ、現在の水産物消費量の100倍以上の生産が可能っていうような試算が、出ていますし、例えば日本だけでも、うまくやれば、世界の今の水産物消費量の全量を日本だけでも賄えるといったぐらいのポテンシャルが見られますと。まあ、なので、現実的なそのプロテイン需要を社会課題解決する一つのアプローチとして、水産養殖非常に未来を感じて、ここにフォーカスしているというのが、一つになります。で、もう一つがサステナビリティの観点です。で、一つのその問題意識として、まあ、魚の取りすぎが近年こう続いたことによって、海の自然界の魚の量というのが、まあ、この40年程度で半減しているというふうに言われています。で、今後もその美味しい魚を食べて、海の多様性を守っていくためには、こういったその魚が回復する量よりも、取りすぎないような環境下にしていきながらプロテイン需要を満たしていく必要があると考えたときに、水産養殖はそういったこの課題を満たす解決策にもなり得るというふうに考えています。あとはどれぐらい環境負荷を与えるかというところで、これはこう魚種によってもバラバラなんですけど、まあ、一例で言うと、例えばその増肉係数という概念がありまして、まあ、1キロ肉を作るために何キロの餌が必要かという観点で見ても、その魚は増肉係数が低いものが多いですし、カーボンフットプリントでも他の畜産よりも低いものが多いです。まあ、こういった観点から、その環境面でもよりこう持続可能なプロテイン供給源を実現していくというふうになったときに、水産養殖に非常に可能性を感じています。一方で、その水産養殖は他の一次産業よりも比較的新しく始まった産業になるので、まだまだこれから成長が必要な分野になってきます。まあ、そこで我々が今フォーカスしているのが、水産養殖、今まで水中で全く取れなかったデータにフォーカスすることで、データを中心に、予見性再現性を高める、そしてスケーラブルな水産養殖を拡大させていくということを目指しています。
まあ、データが溜まっていくと、まあ、生産現場がよりこうプロフィタブルに預金生産現性が高まっていって、でそういったものがあると生産者がさらなる金融アクセスに、まあ、たどり着いて、で、まあ、ファイナンスにのアプローチにたどり着くことができると、まあ、生産者がその資金を使って新たな事業投資ができると。で、まあ、エネルギー業界でいわゆるこう再生可能エネルギーが成長してきたように、最初はやはり、預金性再現性が低い状態からまだまだ始まるんですけど、まあ、こういったところをデータで補っていくことで、こういった水中の産業でも、こういった、持続的な成長のスパイラルを作っていきたいなというふうに思っています。じゃあ実際どういうデータを集めてどういうソリューションを提供しているのかっていうのを簡単に動画でご覧いただければと思います。こういうのがあったらええなというのは頭あったから、それ以上のものがあったからこれはええなと。今お見せしているのがスマート給食器ユミトロンセルという動画になります。こういったその養殖生けすの真ん中にこういった1立方メーター程度のAI 給食器を設置してもらっています。でここにコンピューターとカメラが内蔵されていて、でこの箱状のボックスにこう餌をこうやっていられるようになっています。夏場出荷前になったら200キロ以上食うし、やっぱり培養量がええのかなと思うけど、今まで、まあ、現場に行かないと見れなかった餌やりをこうやって確認できたりですとか、無駄な餌やな。まあ、海の匠といわれる生産者が常に魚の状態を把握できるようになっています。船だとこんな感じが近づけないとシャクってシャクって、それで一台一台もずっとそんなやっていこうもんだな、しんどい。その作業とかあと往復の時間だとか結構な人件になるよ。人いないだけで まあいろいろやっていくと、やっぱちょこ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 やっていった方がね、いいような気がする。まあこういった水中のデータ全く今まで取れなかったんですけど、それをこう定量的に蓄積できるようになっているので、こういったその水産養殖においても PDC を回して経営改善ができるようになっています。でもやっぱ録画してくれるのに、はい、やり始めよりやっぱやり終わり見たかったの。その時食べてなかった状態で食べとったらもそのまんま。で裏側ではこの集めた魚の動画を解析して AI が食欲を判定しています。機械学習の方で食べてる食べてないっていうのを判断させていて、このような形で緑であれば餌を食べてるっていうことを機械学習で判断したので、その時々で食べてる食べてないっていうのを一つ一つ判断してる。今はこの、AI が判定をした結果で魚の食欲を分類することで完全自動で給餌をするということを実現しています。海の底を汚すのはやっぱり餌の、その無駄であれすぎに残ったのがやっぱり一番海の底を汚しちゃった。カメラとあと遠隔操作で全部細かいところでできる。でも海出んでなんかこっち用事しとっても見れるし、けどあと餌の無駄、それがもう目に見えたから、今まではもう行ったらもう帰って食べとるやろなっていう勝手な考えが、やっぱ今から多分なもう働く人もどんどん少なくなっていくな、もうオール全部給食でできるようになったらすごいけどな、うん、餌だけこう入れちゃったらあとはもう給食が全部販売してな、うん、ああなったねえなっていうのはほとんど実現されよ。1年半で出荷できたけど、その前の年だったら大型2年か。これ多分早いね、今度餌のやり方も変えた、海とらやったら変えれるじゃん。はい、今海とろんセルというその給食器のご紹介をしたんですが、海とろんが今提供しているサービスを大きく分けると3つのレイヤーのサービスを提供していて、今お見せしたのはこのハードウェアのレイヤーのサービスになります。で、ハードウェアとこう連携するような形でコアとなるソフトウェアレイヤーのサービスも提供してまして、まあ、その一つが動画の中でも少し紹介したんですけど、AI 解析技術ですね。ウミトロン FAI とかウミトロンリモラと呼んでるんですが、例えば左側の図ですと、魚の泳ぎ方を解析することで、魚が食欲が高い状態から低い状態までを判定をして、分類をした結果を使って、まあ、給餌の最適化ができるようなものになっています。で、右側ですと、
海外のサーモン養殖の現場とかでよく活用されている給餌最適化方法なんですけど、水中にカメラを設置しまして、で生産者がこう餌やりをして、魚がこうお腹いっぱいになってくると、こう餌をこう無視し始めるんですよね。で、この餌としてはこの毒フードのようなペレットのようなものをあげていて、魚がこう無視をしてペレットが水中まで落ちてくると、それをこう検知することで、これ以上無駄餌がなくなる前に止めるというようなオペレーションに使ったりっていうのをしています。で、こういった形で、生産者が、の匠がですね、これまで判断してきていた、いわゆるこう、暗黙知の食欲判定方法っていうのを AI によって定量化することで、自動化につなげていくっていうことをやっていたりですとか、あとはウミトロンパルスというサービスが、これがその衛星データを使った海洋モニタリングソリューションで、そのシーフード、変温動物になるので、こう、急激なその環境変化ですね、急潮で水温が上がるとか、そういったものに対して非常にこう影響を受けます。まあ、ですので、こういった、いわゆる、生育環境をモニタリングするで重要なパラメーターを衛星データと、あとは V と海洋物理モデルを、組み合わせて全地球でシミュレーションをすることで、最新の情報、また過去2年分のデータと、未来48時間分の予測データっていうものを生産者に提供しています。で、あと3つ目のレイヤーとして、このバリューチェーン支援というものをやっているんですが、まあ、このソフトウェア、ハードウェアレイヤーのソリューションを提供することによって、よりトレーサブルでサステナブルになったシーフードと、ここで蓄積されているデータを活用して、バリューチェーン全体でさらにできる貢献領域を広げていっています。ウミトロンでは、スマート給餌機、ウミトロンセルというハードウェアに加え、様々なソフトウェアを開発することにより、水産養殖業の課題を解決していました。飛翔水産の山本氏に、導入した感想を聞いてみましょう。はい、やっぱり、不安なんで最初は、確認で見てたりするんですけど、魚が沈んでいると止まるっていうのは確認できているので、コスト削減だったり、環境にもいいのかなと思います。最後にウミトロン株式会社が求める人材についてお伺いします。弊社で求めている人は、まあ、IT のスキルがあるっていうところはもちろんそうなんですけれども、まあ、現場にどんどんこう出ていって、こう未知の世界を切り開いていくっていうことをすごく仕事としてやっているので、何ですか、人からこう言われたことをやるっていうよりは自分でこうどういうことを今やったらいいかなっていう。ことを見つけてそれに取り組むっていうことをこうワクワクして進められるような人がうちの会社には向いてるかなと思います。人手の部分ですと、自分が今一番若手で26歳になります。でベテランさんが63歳で、平均で40歳ぐらいの年齢になっていて結構高齢化が進んでいて、辞める方もだんだん増えるので、若い人たちが入ってくれるのいいなと思います。ウミトロン株式会社では水産養殖を持続可能なものへするべく様々なデジタル技術を開発していました。 IT 企業だけではなくどのような企業で働くにしてもデジタル技術の知識が必要とされる時代です。今回紹介したウミトロン株式会社のように様々な課題に対しデジタルが活用できるのではないかと想像できる人になれるといいですね。